マルティン・シュクルテルは、スロバキアハンドロバー出身のサッカー選手。元スロバキア代表。ポジションはディフェンダー。日本語表記は、複数存在し、スクルテルや、シュクルテリと訳されることもある。2001年に、スロバキアの AS トレンチインでプロ選手としてのキャリアを、スタート。2004年7月31日、ロシアカップで、ゼニト・サンクト・ペテルブルクでのデビューを果たすと、 その後は、レギュラーとして活躍。UEFA カップでは、エバートンや、トッテナムホットスパとの対戦を経験した。ゼニートの2007年ロシアサッカープレミアリーグの優勝にも貢献した。2008年1月11日、イングランドプレミアリーグのリバプールへ完全移籍した。移籍金は1000万ユーロで、リバプールの DF としては、史上最高額であった。 2007から08シーズンのリバプールはレギュラーだった DF ダニエル・アッガーが長期離脱を強いられていたため DF ラインの危うさが指摘されておりその穴を埋めるために高額補強に踏み切ったとされる移籍後は UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦セカンドレグのアウェーでのインテル戦において UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たした2009から10シーズン 開幕戦のトッテナムホットスパー FC 戦でコンビを組んだジェイミー・キャラガーと激突して以来ミスが目立つようになり不安視されていたが2011年1月にケニー・ダルグリッシュが監督に就任すると安定した守備を見せ始めレギュラーとしての地位を確立した翌2011から12シーズンには安定した DF に加えフットボールリーグカップ決勝での同点弾など 攻撃面でも活躍。全体の半数近い票を得て、クラブのシーズン MVP に選出された。2013から14シーズンには CB ながらも、アーセナル戦やマンチェスターシティ戦などのビッグマッチで得点を挙げ、最終的にはキャリアハイとなる、プレミアリーグで7得点を記録した。しかし同シーズンで、オーオンゴールも4点あり、プレミアリーグの1シーズンでのオーオンゴール記録を、 更新してしまった。2015から16シーズンは度重なる、負傷の影響で離脱を繰り返し、パフォーマンス自体も低下。ユルゲン・クロップ監督の構想外とも言われ、これまで過ごした8年半の間で公式戦319試合に出場したリバプールを去ることが決定的とみられた。2016年7月14日、トルコスユペルリーグのフェネルバフチェへ完全移籍した。 遺跡金は、非公表も、イギリス紙、デイリー・ミラーでは550万ポンドと報じられた。2019年8月10日、アタランタビーーに加入した。しかし、9月2日に契約を解除した。2019年9月3日、イスタンブール・バシャクシェヒル FK と1年契約を結んだ。国際 A マッチ103試合6得点。ありがとうございます。